あなたも私もニート。それ明らかにあって、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか？オスオス、デイスイと申します。最近、マリオワールドの生放送で、視聴者からよく、コントローラーの操作を見せてくれ。手元どうなってるのか見てみたい。なんでこんなマリオの操作ができるんだよ。手元どうなってるのか見てみたい。っていうことがしょっちゅうあるので、この際だからコントローラーの操作を、ゆっくり実況しようと思います。やっちまうぜ。コントローラー操作の映像は、ご覧いただいている通り、画面右に載せておきます。もちろん、プレイ映像とリンクしており、納得がいくタイムが出るまで、撮り直ししました。今回プレイするステージは、全城 RTA、と、スターロード禁止 RTA、の、ワールド4のお城までで、コントローラー操作映えするステージを、やっていこうかと思います。それじゃあ、早速やっていきましょう。一番最初は、両スター島のコース2からやっていきます。ステージインしたら、いつもの、人差し指で X ボタンを固定して、親指で、YBA を即座に押せる、泥酔持ち、に切り替えます。主に、ステージ開幕が水中から始まるところと、ステージクリア演出中と、マップ移動中以外は、基本的にずーっとこの持ち方をしております。なので、人差し指と中指で、コントローラーを挟み続ける筋力と持久力、さらに、人差し指の皮の厚さがないと、すぐ痛くなってしまうので、常人なら、持って数十分でしょう。この持ち方を思いついたのが2011年。もはや、痛みなどほとんど感じておりません。ただ、1日4、5時間を2週間ほぼぶっ通しで放送すると、さすがに腱鞘炎になったので、今では、9指ビを入れるようにしてます。お次は、両スター島のコース3。ここでは、泥酔持ちの効果が発揮されます。ご覧の通り、A ボタンの、低空のスピンジャンプと、B ボタンの、飛距離が出る通常ジャンプ、を、使い分けております。B ダッシュは、X か Y を押し続けるので、通常持ちをしていると、A か B ジャンプを切り替える場合、同時に X か Y ダッシュも切り替える必要があります。つまり、B ダッシュが切れる恐れがある上に、シンプルにミス操作にもつながりかねません。つまり、泥酔持ちは、これ以上ないほど、マリオワールドにマッチしているわけです。そもそも、ジャンプボタンが2つある時点で癖が強いので、以前からマリオワールド界隈は、俺言う持ち方があったのかもしれませんね。お次は、劣化版コーラジャンプをやっていないので、両スター島のコース4は飛ばして、ワールド1のお城をやっていこうと思います。ここは、小ジャンプ中に、空中でもう一回ジャンプボタンを押すことで、低空ジャンプしながら飛距離を伸ばす、通称、ホバリング、をやるのですが、泥酔持ちによるやりやすさが、遺憾なく発揮されます。今の、B ダッシュ中にドアに入る猶予は、4フレームくらいですが、ミスったらリセなので、相当力が入っていますね。自分のコントローラー操作なんて、こうやって録画しないと、見る機会なんてないので新鮮ですわ。このようにゆったりできるところでは、通常持ちに切り替えてます。あとは、水中と、クリア時のファンファーレと、その他特殊な時、くらいしか休めないので、RTA 中はほぼずっと泥酔持ちしているわけです。YYYYA 右キーで、イギーは最速で倒せます。以前のゆっくり解説動画でも言いましたが、これはガチで、サンゴ礁さんのプレイを参考にしております。短中距離 RTA では、ボスの倒し方一つもバカにできません。任天堂スイッチオンラインなどで、ステージ途中から繰り返し練習できるので、難しい技は、感覚をつかむまで何度も練習してものにしましょう。じゃあ、劣化版コーラジャンプもやれよ。やっ！でもやっぱり、うん。次は、ドーナツ平野のコース1をやっていきます。マントで飛べばギミックを全部無視していけますが、ムササビ飛行中の速度が遅いと、普通に地面を走るより遅れてしまいます。なので、ムササビ飛行中に速度が遅い場合は、このように、左キーで飛んだ直後に右キー、を入れて、速度を変化させます。最速の速度51を目視確認できるまで、この操作を繰り返します。ムササビ飛行は、このように、タイミングよく左キーを押すだけで OK です。よく、急降下からの急上昇。を繰り返して飛んでいる方を見かけますが、そんな難しい操作をしなくても大丈夫です。お次は、ドーナツ平野の秘密のコース1。水中から始まるので、ここでやっと、開幕、泥酔持ちをしないで、休むことができます。水中は、右下キーを押しながら泳げば、急浮上を抑えられて、右上キーを押しながら泳げば、逆に急浮上します。この操作感は、スーパーファミコンのアクションゲームなら、大体同じですよね。こういう、ジャンプのタイミングがシビアなところでは、泥酔持ちに切り替えてます。
土管から出たら、甲羅をビート板にして泳ぐので、また通常持ちに切り替えております。ここから海溝へ向かって泳いでいきます。ゴール直前で、1、Pスイッチを上に投げる、2、上をしながら B2回で急上昇、3、Y でPスイッチをつかむ、4、Y をしながら X でグースカを倒す、で、突っかかることなくノンストップでゴールできます。ゴール直前の自分の操作を、久々に見ましたが、ほんとすんげー早い操作してんなおい。お次は、ドーナツ平野のコース4を、全城 RTA のルートで、やっていこうかと思います。開幕ムササビ飛行して、タイム281くらいで出てくる、あっぱれ、おすぎるまでは、このまま飛行し続けます。なるべく、低空飛行するのがポイントです。ここで高度を下げて、ハテナブロックにぶつかる直前でムササビ解除、マントを振ってヨッシーを出す、クリボンを踏んでヨッシー回収。この操作、マリオワールドの、RTA らしさが出ていて本当に好きです。泥水持ちで、X を固定してるので、B ダッシュが切れる心配をすることなく、X をしながら Y で、ヨッシーの下を出せるところが素晴らしいですね。マリオワールドは、X と Y が同じ効果なので、ダッシュしながら Y を押したい時などは、泥水持ちが効果を発揮します。お次は、ドーナツ平野の後ろをやっていきます。ここは、マントのスピン飛行をやり続けて、どんどん上に落ちていくので、見た目的にも、プレイしている感覚的にも、なあ気持ちいいステージです。2013年、第3回マリオマザーシップ RTA リレーという、ニコ生で開催されたマリオの RTA 大会にて、マリオワールドトップ走者のヤポソンさんが、この2城を完璧に決めて、解説も視聴者もみんな、すげえ、と、言葉を失っておりました。まさに私はこの瞬間、マリオワールドの RTA に完全に惚れてしまい、私も、マリオワールドの RTA をやり始めました。初めてこの2城のチャートができた時は、えも言えない快感を味わいました。私が現状、マントアリレグレーションしかやらないのは、こういった背景があるからなんですね。ジャンプ台をセメントブロックの上に乗せられれば、ボスのドアイン、タイム365を出せます。かなり高リスクなので、私は採用しておりませんが、全城 RTA は、ワールド3でほぼ勝負が決まるので、ここまでノーミスが安定するなら、取り入れてもいいかもしれませんね。お次は、バニラドームのコース1を、全城 RTA ルート、つまり、ヨッシーの翼連星ルートを、やっていこうと思います。くるくるブロックを2つ超えたら飛行、1つ手前で入れ停止、XY を途切れさせることなく通常持ちに切り替える、猶予2フレームでブロック増殖、回転止める、ドラゴンコイン取る、猶予1フレームとサブピクセルによる成功率 50% のウイング連星、これが、最新のウイングチャートで、タイム377を出すことができます。完全に、トップ走者のマイバさんの、動きと操作をトレースしてます。特に、最後ウイングを連成するまでのムーブは、かなり安定感があるので、3の1を苦戦されている方は、これをおすすめしたいと思います。お次は、スターロード禁止 RTA の鬼門、バニラドームの秘密のコース1を、やっていきます。スピン飛行したら、反転して、亀を取って、空中で再上昇、2フレーム以上走ってテイクオフメーターを切ってから再飛行、ジャンプ台に沿って上昇して亀を上に投げて強引に突破、後半も滞りなくいければ、土管インタイム283を出すことができます。個人的には、マリオワールドの中で一番気持ちいいステージです。例えるならば、真上に上昇する、アスカブンカアタック、といったところでしょうか。お次は、全城ルートに戻って、3の2からやっていきましょう。3の2は、水中とマント飛行のエリアが入り乱れるので、コントローラーの持ち方をコロコロ変えてます。基本は、いつもの、水中は通常持ち、マント飛行時は泥水持ちです。水中と、スタを掴んでいる時は、事前に貯めた、B ダッシュメーターが減らないので、上の足場で飛行することができます。何かを持っていく時に、コントローラーを持ち替える場合は、X を押しながら Y を押して、隙間を開けないよう意識してます。泥水持ちに切り替えて、狭い隙間をジャンプ連打で突破します。泥水持ちしながら、一瞬 X を離して甲羅を投げます。最後に、急上昇からの急降下からの急上昇で、天井に張り付いて飛行します。速度が遅ければ、一瞬右を押してすぐ左を長押し、で、速度調整をやります。マント速度が、最速の51が出るかどうかは運ですが、完璧に決まった場合、クリアタイム249を、出すことができます。お次は、バニラドームのお化け屋敷を、やっていこうと思います。ちなみに今更ですが、ムービー中は、A と B を交互に連打して、ムービースキップしてます。マリオが1フレームも動かなければ、完璧にスキップできている目安になります。10回飛行したら、あえてテレサ10に被弾して、進行方向キーは押さずに、完成移動のまま進んで、ドアインします。緑の泡が2個過ぎたらスピン飛行、4つ目の泡が過ぎたらジャンプボタンを離す、
P スイッチを持っていくには、A を3回押して高さ調整、4回目の A で再浮上しながらキャッチすると、いい感じになると思います。P を投げた瞬間に X を離して、テイクオフメーターが切れる前にドアインできれば、ドアから出た後に、テイクオフメーター維持飛行をすることができます。ドアインタイム361、ドア後飛行の速度が51なら、クリアタイム360を出すことができます。めっちゃシビアですけどね。お次は、バニラドームのコース3をやっていこうと思います。リフトカット、ヨッシー飛行など、全城 RTA の見どころが詰まったステージですね。開幕からのフレームルール調整ができていれば、坂道から飛び出さずに走ることができて、B ダッシュになれます。リフトの右端で A を3回押して、高さ調整をしながらリフトに戻ると、ちょっとリフトで進んだ位置からスピン飛行できるので、残りのリフト移動をカットすることができます。わーかーめーのお味噌汁ー。この後、ヨッシーを回収するのですが、そこまで、マリオメーカーみたいな動きをしてます。泥水持ちにも使えます。この先は本来、リフトに乗って移動するのですが、天井付近で X をしながら A を押す、即座に YB 同時押し、ちょっと待ってから左キー、ウンババに乗るように反転させる。このヨッシー飛行によって、リフト移動を全カットすることができます。要は、ヨッシー飛行とは、ヨッシーに乗った状態で、マントのムササビ飛行をすることです。つまり、ウンババを越えた後は、X を押しながら Y を押して、ヨッシーの下を出すことでヨッシーの向きを固定化できるので、その後は、左キーで、ムササビ飛行ができるわけです。ステージ前半のリフトは、このように、完全にカットすることも可能です。ただし、3回目の再浮上で、天井に頭をぶつけないギリギリを飛んで、飛距離を伸ばさなくてはなりません。猶予2フレームくらいで、ミスったらおつるを突破しなくてはならないので、基本遅れてる時にしかやらないです。こういうのは、調子次第みたいなところなので、RTA はeスポーツだなぁと実感しますね。お次は、せんべい山のコース1、おなじみのボスキルを、やっていこうと思います。ここは、最初の、画面を右にシフトさせるところまで泥水持ちで、その後は、クリアまで通常持ちでやってます。フラワーを取得する瞬間に、YB 同時押しで2枚舌、裸亀を食べキャン、ヨッシーに再乗車して左へ戻る、ハテナブロックが左から4つ目で画面を左シフト、口の中身がコクッパになってるので、吐き出して、ファイアーを12発当てれば、ボスキル成功です。ああ、もうめちゃくちゃだよ。言葉にするとめちゃくちゃ忙しそうですが、操作映像を見てみると、意外と普通でしたね。ただ、記録ペースでボスキルが決まると、最高に気持ちいいので、視聴者のみんなも、エモートで反応してくれると嬉しいです。さあ、パート1の最後は、せんべい山の城を、やっていこうと思います。ここも、A ボタンと B ボタンを使い分けるステージなので、泥水持ちの効果が発揮されます。ちなみに、マリオメーカーのマリオワールドは、通常持ちでもスピンジャンプがやりやすいように、R ボタンに切り替わっていましたね。オンオフブロックを叩いたらすぐ飛行して、バブルの隙間を縫って飛んでいくの本当にかっこいい。かっこよくない？ドアに入ったら網エリアです。網は、上下キーを押すと勝手に掴むので、ジャンプと上キーを交互に押して、ホイホイ登っていくので、操作映像もかなり忙しい感じになっていますね。完璧に決まると、ドアインタイム257を出すことができます。ルドリップも、ファイアーを2発当ててから踏むとすぐ倒せます。高くジャンプしすぎると遅れるので、被弾するギリギリの高さを狙ってジャンプするよう、心がけてます。というわけで、パート1は、ここまでとさせていただこうかと思います。パート2も、鋭意作成中なので、もしよかったら、チャンネル登録と高評価をしていただけると、とても励みになります。それじゃあ、おっつおっつー。